パピーリリーチャンネル。13号線から46号線角館方面にちょっと走ってみようかな。駅はスローリー、あ、休憩してもよかったかな。まあいいや。よし、狩り場の向こう252号線に行きましょうか。県道ですね。 Z250 の時が走り回ってましたねそっちの方をね。そこを右に入りましょう。気持ちいいなね。田舎はこういう道がいっぱいあるんでね。うらやましいだろうこういう道しかないんじゃない、逆にサンサイトリーがね、シーズンですからね。あちこちで車止まってますね。サンサイトリー。ちょうど今、わらび取れるしね。あと、タケノコもね、取れますからね。タケノコのお吸い物、美味しいよね。今ね、あれ食べるとね。誰注意。こっちは山桜、まあ散り始めか。さすがに山桜も散り始めか。新緑、新緑。いいなぁ。この新緑終わったら今度あれね、ニセアカシアのね、満開、の季節になりますからね。すごいよ、一面真っ白になるからね。またその時は走りましょう。あ、どうしようかな。いろいろ行
く道があるんだけど、ここを左曲がろうか。うん、左曲がろう。行き当たりばったり。まあね、通ってない道ないんでね。Z250 でもいろいろこの辺走り回りましたんで、知らない道を走ろうということでね、250で走ってましたからね。行き当たりばったり。右。行き当たりばったり。左。あ、どうするの？左。左でいいや。こっち中線に行く道でしょ、これ確か。だよね。まあいいや。中線の方から。遠回りになっちゃうなぁ。まあいいや。行き当たりばったり、右。抜けれないかな、これ。抜けれないかなぁ。いや、こっちでやめよう。ちょっと。抜けれない可能性ある。ね、気持ちいいしか言わないけど、やっぱり気持ちいいよな。最高。行き当たりばったり、右。ここは抜けれるでしょ。抜けれなかったら U ターンすればいいだけだ。抜けれると思うんだよ、ここ。ここ桜だね、ずっと。こういうとこもあるんだ。ということは今ここ中線かな。中線っぽいね。わあ、ずっと続いてるね。一回これ春の時来ないといけないね、桜咲いてる時にね。まあいいところだ、ここ。秋田もこういうところがあるんだね。うん。なんかあったやる。まっすぐでいいか。あれ、道の駅もしかして。だね、道の駅だよね、これね。一回これ、ちょっと。ちょっとお休みしよっか。25度、暑いわけだ。まあ暑いってわけでもないか。ちょうどいいね、気持ちいいね。さて、一休みしたんで、今度あっちの大山脈の方に行きます。適当なところで行き当たりばったり左って行きます。ライスソフト、あそこに美味しいのあるんだけど、まあこれからね、うどん食べるんで、パスしました。食べてもよかったんだけどね、うん。行き当たりばったり、左。
県道261号線。この気持ちよさ分かんないだろうな、伝わんないだろうな。気持ちいいな。ね、ストレスいろいろ溜めてる人もね、こういう形でね、バイクでね、こういう道走るとストレスなんて吹っ飛んじゃいよ。どうしよう。あ、曲がったらよかったかな。またまっすぐ。あ、横沢公園だったね。今、あ、そっち行ってみようか。ちょっと U ターンします。どこで U ターンしよう。行き当たりばったりー。どこだっけ、公園、ここかな、ここだね、うん、違う、うん、ここだ、よいしょ、だよね。あー、公園ってこの公園かな。私のイメージとちょっと違うな。奥の方にもあるね。いいにはいいけど、ちょっとまずもうちょっと、探そう。なかったらそこでやろう。どうしよう。行き当たりばったり、左。あー、まっすぐ行ってもまだ、あ、なんか、あるんでないこれ。ない？牧渓谷はこっちの方なんだよね。私のイメージは、あれなんですよ、ほんと。河川敷の公園なんですよ。行き当たりばったり、右。いいのかな。行き当たりばったり、左。なんか、集まやっぽいのある。あれ？どっちからだ？まっすぐか？ああ、ここだ！ね、橋来た時あるとこだ。400R で来たとこだ。これ砂利なんだよね。よし、ここでやろう。めっかし来た時ある。400R で来たんだよね、ここね。よし、ここでやろう。ここに止めよう。止めるか。高そうだしね。